入ってこようとしたもの高校を卒業した姉が進学のために引っ越し S 市で友人とルームシェアをしていた頃のことだそうだ女の一人暮らしは何かと物騒だという流れで姉は友人の亜希さんとルームシェアをしてた亜希さんは一つ上の先輩で 通ってた学校は別だったものの部活関係でとても親しくなったんだそうだちなみに秋さんはその頃社会人として働いてた割と新しいアパートの1階の角部屋遊びに行ったこともあるんだが 2DK にロフト付きでなかなか広く当時まだ実家で勉強に忙しかった俺は羨ましく感じたのを覚えている。 その日、姉は体調が悪くてそのアパートの寝室で寝込んでいた学校で風邪をうつされもともと喘息体質な姉は咳き込みがひどくなってしまい完全にダウンしていたそうだ熱も高く咳もひどい同居人の秋さんはとても心配し病院へ行くことを勧めたが姉は咳、風邪は慣れてるから大丈夫 寝てれば治るととっとと秋さんを会社に送り出したそうだものすごく体はつらかったそうだが幸いにして食事をとる元気はまだ残っていたそうでおかゆとリンゴヨーグルトなどを食べ治るまでゆっくり眠ろうと決め込んで姉は午前のうちに眠りに落ちたそしてふと目を覚ましたんだそうだ 見渡すすとりりはすっかり暗い。深夜かと思ったほど暗かったそうだが秋さんが帰ってきた気配はまだないそしてなぜか急に目を覚ました割には物がはっきり見えたそうだなんか真っ暗なのに視界が青っぽくぼーっと光ってる感じ後に聞いた時姉はそんな表現をしてた。 とにかく不意に目が覚めた目が覚めたからには多少活動しないとダメだなと休息を取りだいぶ楽になった体を起こしたああそういえば洗濯物干しっぱなしだな夜だしもう湿気ちゃったかななどと考えていたそうだ寝室にはエアコンの音が静かに響いていた 起きた姉はダイニングキッチンとリビングを兼ねた部屋に移動した扉に手をかけて開き姉は違和感を覚えてそこで立ち止まった隣室も真っ暗なのに姉はベランダに続くガラス戸がわずかに開いて今まさにそこから部屋へ侵入しようとする真っ暗な人影を見たんだ真っ暗な影 寝起きのせいか恐怖感は一切感じなかったそうだ先に声を発したのは姉誰声を聞くなりその真っ暗な影は激しい足音を立てて逃げ出した物取りかなと姉は思ったそうだ そこまではいいが何を思ったのか姉は反射的に相手を追いかけたんだそうだ。正直ありえないと思う。とにかく姉は追いかけた。足音が大きかったから追いかけるのはさほど難しくなかったよ。ぽつりぽつりと街灯が灯る中多分男だと思われる影が見え、 3 0ルくらい先の大通りまで出たところで急に姿を見失ったんだそうだ大きく響いていた足音もパタリと途切れていた仕方なくすぐに家に戻りきっちり施錠して警察に電話をかけた帰り道家々の明かりが結構ともっているのが見えさっきはすごく暗かったのになと思ったそうだ 時計を見ると真夜中だと思うほど暗かったのにまだ夜の7時半だったことに姉は首をかしげた10分もせずに警察が到着し取られたものはないが一応現場検証ということになったそうだあなたは隣室で眠っていたんですねはい何か物音でもして気づいたんですか い,いえ、偶然ですたまたま目を覚まして隣の部屋に行こうとした時に鉢合いました部屋に侵入しようとしていたはい窓がちょうど警察官さん一人分くらい開いててそこに手をかけて片足を窓口にかけててまさに入る瞬間って感じでしたね犯人の顔とか服の特徴とかは何か覚えていませんか 性格から言って男性だと思います暗かったんで顔や服は見えませんでした明かりをつけてたから犯人が見えたんじゃないですかい,いえ明かりのスイッチは部屋の入り口側にあるのでその時は真っ暗でしたねうーんそうですか真っ暗なのに人影だと分かったんですね な影で体格から言って男性なのは間違いないです。手と足をかけていた場所も見えた。はい。警察官は顔を見合わせ、姉が犯人の手と足が触れたと指した箇所を。 ドラマで見るような指紋検出の粉のようなものをはたいたりテープを貼って剥がしたりと証拠になりそうなものを集めその夜は帰ったそうだ家に報告の電話が姉から入った時それこそ俺は飛び上がるような勢いで驚いたなんで追っかけたりしたんだよ危ねえだろ信じらんねえん,んでかねえ 反射的に追いかけちゃったんだよね俺は頭を抱えた普段用心深いくせになんでそういう時大胆な行動をとるんだこの姉は後日警察から犯人はまだ捕まっていないが確かに指紋が検出されたこと男性のスニーカーらしき靴跡も 指摘されたところから土がついた形で確認できたこと窃盗などは1階が狙われやすいから特に女性は戸締まりに気をつけてほしいと電話があったそうだ早く捕まるといいよな犯人盆に姉が帰省した時俺はご愁傷様と姉に声をかけたすると 捕まえるのは難しいかもよ。と不可思議なことに姉は笑ったんだ指紋とか証拠出てるなら捕まえられるだろう警察だし言ってなかったことがあるんだよね私はお前も知っての通り用心深い性格でしょ戸締まりには 常日頃から注意してるしまして風邪で弱ってる時に鍵をかけ忘れるなんてヘマはしないででも鍵開いてたんだろカラス戸で、ね、割られてないし確かにあの時は開いてたね寝る前にちゃんと閉めたけどついでに言うと 真夜中の暗さと夜7時半の暗さを間違えるほどおかしい感覚はしてないよ言ってる意味がよくわかんねえんだけど警察官が不思議な顔してたって言ったでしょうんそれはすでに聞いている鍵は閉めてた。 外から強引に入られた形跡はない。その時は夜一時頃だったにもかかわらず、真っ暗だと思ったほどの暗さだった。にもかかわらず、私は絶妙なタイミングで目を覚まし、そいつに遭遇した。うん。そいつは、背格好から男だと思われるし、足音も確かに聞いた。 けど、真っ暗だと認識している中で、私はどうやってそいつがどこに手をかけていただの、足をかけていただの、そもそも人影をはっきり認識できてたのはどうしてなんだろうな。明るくなった大通りで見失ったのはなぜか。うまく隠れたから、足音と人影が消えたことは説明がつくとしても、 追いかけた時と帰ってきた時明るさが違うように感じられたのはなぜだったんだろうか。そもそも私はなぜそんな絶妙なタイミングで目を覚ました普通なら押し入られて盗まれたあとか鉢合わせて殺されたあとかもしかすると女だからもっとひどい目に遭ってたかもしれないな。 姉は昔から不思議な体験をする人間だ人間にせよ人間じゃなかったにせよ暗がりに立った私の「誰?」の一言の方がよっぽど怖かったんだろうなこっちが何かと間違われたかな不思議な体験をしてそれが人間の仕業なのか それ以外の何かなのかあえて追求はしない。愉快そうに笑う姉を見つめていると一言は姉は言った。入ってこようとしたのは何だったんかな。やっぱ人間の物通りかな。人間が一番怖いってのが私の持論だしな。まあともかく。 ニコリとお盆棚に酒をお供えする姉はやっぱり不可思議な人間だと思う守ってくれた何かがいるなら感謝様まだ犯人はいまだに捕まっていない姉が遭遇したそれが何だったのかも不明なままだ